もう必ず一番前に座ってましたね、全ての授業。その頃ね、映画学科の授業で一番覚えてるのはポルノ映画のしこたま見る映画があってね、あの授業があって、黒いカーテンで大講堂でね、こう締め切った中で何百人の学生たちが毎週ポルノ映画見るわけですよ。あれ最高でしたね、あれ。変わってるとしたら僕が変わってるだけで、若者たちは変わってないと思いますね。持っているツールとか社会の状況が変わったことにこう適応しているだけで、あの本来のこう志とかスピリチュアルなものとかこう熱意みたいなものっていうのは本当はほとんど変わってないような最近気がしますね。みんな若い時、今の若い者はとかっていう言い方をするんだけども、それは自分が老いたとか、自分が老いたことのコンプレックスから発している言葉だったり、自分を基本にして言ってる言葉だから、僕はあんまりそれは正しくないって最近すごく強く思いますね。それは100年続けられてきたっていうのは、僕はやっぱり先生方とか学生たちのエネルギーもあるけれども、どんな困難があっても、どんなこう壁にぶち当たるようなことがあっても、それをこう乗り越えていく力、それをまあレジリエンスっていうんだっていう話。レジリエンスがあった思っていた人たちがやっぱり歴々とこうつながってきたんじゃないかなと思うんですね、学生も含めて。だから折れない心、まあ、先へ進もう進もうっていう人たちの思いが100年っていう歴史を作り上げてきたんじゃないかなと思うので、そこはね、僕はすごく感じるし、やっぱり次の100年って本当に持つのかなって結構不安になってきたりすることもあるんですよ。人間って変わり続けることが生きることだと思ってるんですよ。変わらないといけないんですよ。考え方もこう進み方も、こう好きになり方もそうですけど、物を作る作り方もそうですけど、常に変わっていくっていうことをイメージしていかないと続いていかないような気がする、次の100年が。僕ね、気持ちのいい違和感だと思います、気持ちが良くなるとか心地いいとか、あのいい意味も悪い意味も僕はよく取ってるんですけども、だから無機質な空間の中に何かポーンと、例えば花が一輪置いてあるとしますよね。それってすごい違和感ですよね。誰がこれ置いてったんだろうって。でもそれを置いたアーティストからすれば、これインスタレーションなの。だから物があろうがなかろうが、何かこう人が見たり聞いたり触ったり感じたり、まあ、暗闇だったりする、その違和感がなんかこう芸術のなんか本音でのような気がする。